茨城県道285号東海停車乗船、東海村船石川駅西茨城県道285号東海停車乗船は、茨城県中郡東海村内を通る県道で、東日本旅客鉄道常番線東海駅と接続するための道路である。1959年、現在の路線の前身となる路線として、起点を中郡東海村、 大あ船石川の東海停車場終点を東海村大あ石上都宿の国道6号交点とする東海停車場線を茨城県が認定した。1994年4月1日の主要地方道、日立中港山形線の路線認定によって、これまでの東海停車場線の路線区間の大部分が編入された。この日の県道の路線変更の茨城県告示により、 残存区間をもって、起点を、東海停車場、終点を、東海村、大座船石川とする現在の東海停車場線となった。翌1995年の整理番号変更により、整理番号285にらり現在に至る。道路法の規定に基づき、中郡東海村船石川道村船、石川東間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABC、道路の区域の決定、茨城県法号外第49号、P13、ABCDE。 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第1087号対象12年4月16日、茨城県国事第194号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道路線変更に、関する国事茨城県法号外第49号4月1日、より、県道の路線名及び、整理番号の変更。 茨城県法第637号 PP82 道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2980号 PP1828 ありがとうございます。